ことらしいんですよ。だから、前昔、ダムを批判する人ばっかり多かったじゃないですか。ですから、ダムっていうのはもうそういう洪水調節もそう、今の時期ほら、渇水で来た時にかなり水下がってたでしょ。ダムがあることによって、今度ほら、下流ダムが少なくて、少しずつ出して、飲料水で、こちらの川又は洪水調節、農業用水に絡んでるんです。で農家の方の田んぼの水で、川地ダムなんかは、飲料水として。